또 5월 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 식당. 이거가 제가 좋아하는 에비의 탄장새우의 본대의 오미세데스. エビがかなりプリプリで美味しいのと、ちょっとこの食べかけなんで汚いんでちょっとだけのせますけど、ここがご飯とか韓国海苔とごまとかですっごいこの卵かけご飯が美味しいのと、こんな感じで、なんだっけ、おつまみとかスープもついてくるんですね。イイダコの定食、これは新しいみたいだけどね。こんな感じで定食ですけどもすごく美味しいで、天狗駅の3番出口に向かいます。アルファに来ました。カカオフレンズアイテムがいっぱい、かわいい、いっぱいです。あります。面白い便箋が売ってる。これ流行ってんのかね、こんないっぱいあるって。この薬の中にこの巻き紙を入れるっていう。こちら安徳駅出てすぐのアルファという文房具屋さんです。ぜひ行ってみてください。着きました。カフェオニオンです。こんな感じ、すごくない？面白いよね。うん、綺麗。ここなんかびっくりするとこにあるね。オニオンモカとカフェモカとイチゴのパイです。アイスモカです。お母さん、甘ったるくなくない？カフェラテとかモカとか甘ったるい感じが私は嫌いなんですけど、あ、それがないです。本当のコーヒーの美味しい、なんか苦味じゃないけどコクが出てる。中にクリームが入ってる。いただきます。甘くない。私甘いの食べれないけどこれは食べれる。書いてある。うん、なんと月が出てきました。綺麗。夜のオニオンも綺麗ですね。めっちゃ綺麗じゃない？この開けた感じ。綺麗です。インサドンならではのオリーブヤング。ハングルバージョンです。マックはそのままですね。はい、今ですねアンニョンインサドンに行くために、6番出口に向かっております。アンニョンインサドンは10月にできたショッピングモールなの で地下にねちょっとまだ入れるかわかんないけどミニオンの展示会がやってるんで行ってみようと思います。まあね、でも意外に揺れてなかった。多少はね、意外に揺れてなかった。 OK、ほらブラウンたちがね、ほらこれ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 見てください。ブラウンたちがインサドン風になってる。かわいい、かわいいです。やっと来れました。アンニョンインサドンです。あ、すごい。あ、これこれこれどうやって行くの。これ地下1階にこれで座ればいいのかな。ミニオンいました。ミニオンいる。かわいい。え、ミニオンの声がするね。韓国語なのかな、ミニオンの声も。はーい、かわいい。
ここにもいるんだけど、展示会だけじゃなくてゲームとか動画を撮れる、動画っていうかまあそういうのもあれたりしてすごく良かったです。まだまだやってる、10月22日から始まったんだって。だからぜひ皆さん来てください。周りもおしゃれなカフェとかこう開けてるカフェとかめっちゃあって、ここインサドンは来た方がいいと思います。ここもソウルコーヒー、ソウルブレッド、あこれ有名なやつだ、食パンの中にねバターが入ってるの、これ有名なやつ、これあん、そう、あなんか食べます、なんか食べるんですけど人がいなすぎてちょっと心配になっちゃう。はい、やばくないこれ、これすごい見てライアンの顔やったー、ゲットしました、デジカルビーとこのサービスで来たカルグックス美味しいです。ね。ハスビ、これなんとね、ハイボールがあるっていう珍しい、珍しいお店だよね。ハイボールあるんで。え、ビルみたい。